You're listening to Shibuya Cross FM。 おかみさんの君こそスターだーよっ。というわけでございまして、あ、すごいですね、おかみ少年片岡でございます。そして、皆さんお寒い中体調崩してないですか。オオカミ少年浜口です。お願いします。いや、なんだそのキャッチフレーズ。初めて聞いたわ。初めて。そしてかがくと森田くんです。お願いします。お願いします。そして本日のゲスト、大塚ドリームショーの皆さんです。よろしくお願いします。お願いします。いや、ありがとうございます。なんか、はい、もう12月はね、ドリームショーさん月間で見せていただいて、はい、うん、今回も僕結構はじめましてというかね、お話の初めての方多いんで、あれ今回はあれですか、すごい楽しみなんです。芸人さんはおられるんですか。あ、いや、あ、じゃあ、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 なに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 、いるかいないかわかんないです。まだわかんない。え、いるかもしれない。まずいるかいないかで、はい、ちょっと面白くしようとしてる。みんな寄せちゃって。え、はい、いないんじゃないですか。あ、残念。いるんですか。しかも一人です。みんな俳優顔、はい、あ、あ、嬉しい嬉しい、知ってます。嬉しい。ちなみに誰が芸人だと思います。俳優ですよ、ね、俳優っぽいよね。あれ、もう外れた。いやいや、そんなことないです。俳優っぽい、はい、ね、女優、女優、あー、あ、ちょっと若いから、ね、ちょっと若いから、若手の、ま、身なり的には芸人さんに一番近い。あ、確かに身なり、確かに、はい、いそうだよね、はい、こんな芸人、無限大に溢れてます。はい、で、これはもうあれです、大物俳優。確か大物か、なるほど、ホッポ屋ぐらい出てた。確かに、なんか、ね、寒い国のところで出てきそうですけど。それも含めて自己紹介の方、なるほど、まず荒川さんからお願いします。はい、はいはい、大塚ドリームショーの、ハニートラップレッドチームで出てました荒川舞です。荒川、はい、お願いします。まあ、そのレッド、ブルー、ピンクってあって、はい、一番最初の団体で出てくって、うん、もう、なるほど、あの出演も一旦ね、はい、終わってて、そうですね、はい、って感じですね。はい、そうです。芸人さんでは有馬、有馬、あ、せーの、そういう感じで、そういう感じでいきます。荒川さんのルックスで芸人だったら、はい、バチクソ売れますよ。絶対売れますよ。あの、3ヶ月でメディアがすぐ食いつきますよ。本当ですか。はいはい、ちょっといいですか。紹介してもらっても、紹介してもらってもいいですか。荒川さんも見た目はシュッとして感じなんですけど、はいはい、なんかレッドが終わった後ね、なんかいろいろ芸人も出てくれてたから今回、うん、なんか良平ワングランプリみたいにネタやるのやってたんですけど、はい、めちゃくちゃ白塗りしたりとか、なんか、あの、フレディ・マーキュリーね、はいはい、フレディ・マーキュリーやってたりしたモノマネをやったりとかしてて、ヒゲつけてとか、結構そう評判良かったでしょ、なんか最初見てて、なんかもう最終日ぐらいだったら、はい、出たいわ何やんのかなんだ、こんなロックスしてんのがフレディ・マーキュリー、みんながギャップでどうしたみたいな、なんか辛いことでもあんのかみたいな感じになってた。そういうね、お笑いもできる方なんだ。なるほど、そんな荒川舞さんです。お願いします。そしてお隣、はい、ハニートラップチームブルー、ジャック役、龍右衛門でございます。龍右衛門、もうちょっと怪しいんじゃない、芸人があるかもしれないよ。名前が龍右衛門ですかね。銀行でクレームがあって裏から出てきてクレーム対処クレーム対処の人を、じゃあ聞きますか。龍右衛門さんは、はい、芸人では、芸人ではございません。あ、ございません。いや、俺もね、はい、先ほど龍右衛門っていう名前やっぱ覚えやすいから信じて、あ、もう覚えてください、皆さん、はい、さっき聞いたんですけど、龍右衛門さんは映画監督を目指してる。そうですね、監督、はい、今お仕事何してるんですか。今はタクシードライバー。タクシードライバーって違う、現役のスター、現役です。タクシーも合わない。これタクシーの、タクシーの、はい、衣装です。仕事終わりなんですか。はい、そうです。これ本物です。誰か運んできたわけだ。そうです、そうです。じゃあ僕よくタクシー乗るんで、はいはい、龍右衛門さん連絡したら来てくれて、あ、もう個人的にお願いします。専属にしてもらおうかな。いいっすね、お金払うからちゃんとね。それでね、加工はい、そういう感じみたいな。お願いします。まだ30歳、俳優でもないですね。俳優でもないです。そう、タクシードライバーをやり
げながら映画監督を目指してる。そう、監督やりたいから、まあ、いろいろな人と触れ合ったり、はい、ドリームショーって現場を見てみようとか。なるほど、なるほど。木村久志監督ってドリームショー結構お世話になってるんですけど、はい、監督の近くに一回現場行ったりとか、はい、いろんなことやってるんですよね。はい、とりあえず、じゃあ初舞台ってことですか。そうですね、前のキャッチの舞台も出させていただいたんですけど、うん、前回10月、はい、そういうピーチキス主役 の、はいはいはい、あのキャッチっていうホストの話があって、はいはい、今回のハニートラップっていうのも2回出ていただいてるという、はい、はい、すごいです、ね、流れでございます、ね、はい、そしてお隣、あ、はい、チームピンクから来ましたオザオザと申します。オザオザさん、オザオザさん、はい、怪しいです。あれですか？何ですか？さっきだって一番最初にオザオザを役者っぽいって言ったじゃん。見た目はそうでした、ね。うん。普通に今自己紹介しただけですよ。喋り方がちょっと面白いです、ね。あ、もうレーダーがね。にじみ出てしまったですか？ました今。小沢さんは今回初めてドリームショー、はい、出ていただいて、はい、ピンクチームっていうバーゲンセールが、はい、あの、はい、この前出てくれたバーゲンセールが仕切ってるチームで、はい、小沢がスカウトされてきたと。はい、なるほど。初めまして。はい。で僕も学園で初めまして。はい。そうですよ。はい。よろしくお願いします。どうですか。聞きますかね。聞きますか。小沢さんは芸人ではです。芸人でした。すいません。でした、すいません。ということで、はい、芸人は小沢さんになったので、はい、始めまして、じゃあもう、はい、帰っていただきましょう。ええー、リアクション芸人、芸人だ芸人だ、芸人だ各方面に行くどんぐらいやってるんですか、芸人。そうですね、まあ、たったまだ14年ですけど。だいぶだよだいぶだよ大先輩です。そうですね、おかげで多分、はい、なんか 2年ぐらいとかしか変わらないかもしれないね。え、そうですよ、ね、そうなんですよ。だからニュースタッフエージェンシーさんがやってるみたいな、ね、はい、あ、はいはいはい、あのシアター D とかありました、ね、はいはい、今だとどこになるんですか、ニュースタッフエージェンシーの本部という。まあ、もうまさにこの渋谷で、はい、事務所は渋谷で。あ、事務所あって、シアター G はなくなったんで、まあ劇場はもう下北沢とかの、はい、シアターミネルバっていうところとか。あ、ミネルバさんやってます。あ、はい、じゃあ、ダンガンジャッキーと。あ、そうですね、まあ後輩、あ、僕の方が後輩ですけども、はい、ダンガンさんももうね、ただもう、はい、辞めちゃってね、マッコイさんとこ行ってた。ただまあ入ってまだ 1、2年なんで、あの、まだ、はい、太田プロとか。そうなんです、いろんな大陸をね、旅してきて事務所を渡り歩いてまして、我々もだって吉本入る前はもういろんな大陸回ってましたから。そうですよね、もうフリーの中の大会があってキングオブフリーのチャンピオンですから。もうありましたね、フリーオブフリーの初代チャンピオンですから。あ、僕あのキングオブフリーの何回目かの第3位でした。惜しい。もうインディーズの神様を決める大会があります。そうなんですよ、シアター D が主催してますね。ね、そういう感じです。よろしくお願いします。お願いします。そして後ろ、はい、マイクをね、使った方がいいですから、はい、あ、ごめんなさい、ごめんなさい。マイクの線を踏んでいると。すいません、オザース芸歴3年目なのに。すいません、人が欲しくない、人が出て欲しくない。やっぱ他の人に喋らせてないように。すいません。そして、レッドチームのクローバー役をやらせていただきました、はい、マウです。マウちゃん、マウちゃん、マウちゃんってこのラジオ出たことあったよね。あります。そうだよね、はい、はい、そう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 、そうなんです。僕待ってますか。はい、はい、妹がルナポヨって言って、マウちゃんの姉妹。あ、そうです、いましたね。で、はい、ルナポヨ自体は、はい、森田がなんかが、ね、僕が池袋の路上で、はい、声かけてて、はい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 、で、女優やりたいんだみたいな感じで、うん、はい、じゃあ、ドリームショーやったらで、はい、ルナポヨがちょっと一人じゃ不安なんで、うん、お姉ちゃん連れてきていいですかって言ったら、もう金髪野郎が来たんですよ、はい、そうですね。今ちょっと落ち着いてますよ。今そうなんですよ。確かに、まあ、とりあえずみんなに共有するから、はい、写メ送ってって言ったら、うん、ね、こういう綺麗な感じの笑顔で送ってくれればいいのに、はいはい、なんか駅の金網でこういう感じでガム食ってる写真送ってきて、とんでもねえチンピラが入ってきたなっていうね、まあ、話題になってたんですよ。ジャンルはチンピラでよろしい。違います。ジャンルはチンピラじゃないだけどね、徐々に役もね、はい、うまくなってきたりとか、なんか幅がね増えてきてるんですよ、はい、すごいね、うん、期待の姉妹、
はい、そうですよね。ね、打ち上げでもさ、うん、なんかそういう両編ワングランプリみたいな姉妹で漫才やってくれて、うん、めちゃくちゃいろいろ切ってくれて、なんか誰誰あいつおっさんだろみたいな面白くねえんだよとか、はい、あのそういうドリームショーメンバーです。天狗のヨモちゃん、めちゃめちゃディスって、はい、みんなディスられていくわけよ。笑いますよね。それはまあみんなドッカン受けて、はい、そんな感じでございます。なるほど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてお隣、はい、ブルーチームでサボテン役をやらせていただきました湯野健吾です。よろしくお願いします。お願いします。もう湯野くんはもちろん、はい、そのもう芸人さん見つかりましたか。はい、芸人さんじゃないです。でも若手芸人でいそうな。いや、いそうですよ。そうなの。全然嬉しくない。めちゃくちゃいそうで、かつ3年目で辞めそうな。そこまでセットなんですね。でもランキングの順位は上位を上位する。ルクスがいいんで上位。花があるからね。嬉しそう。だから一番最初3回前ぐらいのやつ出てくれたんだけど、あ、そうです。でかいばあちゃんから大塚ダリームショーさん参加させていただいて、はい、お母さん雑誌の時に出てくれて、はい、なんかちょっとこれ役者だけどコミカルな動きするぞっていうのを、はい、よくちゃん食いついて、なんか加納英子さんみたいな役ずっとやってもらってた。あ、そうだそうだ。でかいばあちゃんの時、胸にバラさして、そうそうそう、そしたらハマって、そっからちょい役だったのが、まあ、今回グルグルってメインの方に入り込んで、めちゃくちゃメイン出ずっぱりですよね。はい、前回のキャッチなん、ね、あんまチケット売ってくれないんですよ。ちょっとちょっとまあまあまあ期待してるんですよね。ちょっとまあまあまあそこら辺はだから、ね、チケットで言うと龍衛門も売ってないですから、ね、そうだ、全部見てますからね、私チェックで、ね、そうなんですね。頑張りましょう。エグゼクティブプロデューサーに行ってない日も動画で全部見てますから。そうなんですね。そうです。全部見てる。だからもう31日1日行ったらみんなにダメ出ししてやろうと思って。怖い怖い怖い。ちょっとね、そういう風に頑張ってるんですよ。はい、ね、もうその俳優歴というか、俳優歴はまだ全然浅いです。高校1年生からやってて。え、今いくつなんですか。高1からやってんの。一応事務所のレッスン通い始めたのは高1からなんですけど、僕ずっと富山出身で地方にいたんで、そんな頻繁には通えてなくて、で1年半前に上京してきて、で僕今20歳で。20歳でそこから本格的にやってます。千原ジュニアさんスタイルですね。まあ中卒で若い時からね。14歳からね。芸人さんじゃないですよ。ね、誰に憧れてるんですか。20歳くらいやったら役者としてさ。あー、でも僕は神木隆之介さん。あー、ぽいよ。あー、ぽい。結構言われます。でもなんか、その言われます。あの子は先輩が笑ってくれ。ごめんなさい、ちょっと出ちゃった。女優感出ちゃった。確かに。なんかいろんなジャンルで、その声優のお仕事もやったり、もちろん俳優のお仕事もやったりっていうので、そういろんなジャンルでやりたいなっていうので。なるほどね、そういう感じで。なるほど、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてベテラン俳優いきましょう。おどっす。チームピンクの片平役です、はい、ペヤングです。ペヤングさん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 。ペヤングと言います。これまずなんでペヤングさんってそういうなんかポップな名前に、あ、これはですね、前いた劇団で、パンチパーマかけろって言われて、もうゴリゴリの3ミリぐらいのパンチパーマをかけたんですよ、はい、それです。舞台に上がったらそれがちょっと評判良くて、それから向こう7年間ぐらいずっとパンチパーマでしか舞台に上がれないっていうことがあったんですよ。ゴリゴリの 3ミリぐらいのやつをかけてずっと上がってたんですけど、で、まあ今ちょっと劇団立ち上げて自分でやってるんですけども。そうなんすね。それで一度本名に戻したんですよ。本名に戻して、各方面にご挨拶行ったら、誰だお前って言われて、電話とかで、あれ、なんで知り合いなのにこんなこと言われるんだろうと思ったら、ペヤングって言ったら通じ始めたっていう。僕のことを本名誰も認識してくれてなくて。なるほど。あ、これはもうダメだと思って、そのままペヤングでずっと活動させて。ペヤングさんもともと出身どこなんですか。僕宮城です。宮城から役者目指してきたんですか。いや、最初はですね、僕、お笑い芸人さん目指して、あら、隠れ、隠れ芸人一回も、隠れじゃないか、隠れでした、隠れでした、はい、芸人目指してきまして、はい、もういろいろ、各事務所さんの前に大陸を回って、はい、立って、僕は待ってました。あで、芸人になりたいんですけどって言っても、まあ無視で、
はぁ、学校とかもその当時なくて。なるほど、はい、今43なんで、もう25年前とかはい、なるほどなるほど、はい、持ち手がなくて、なんかどっかの弟子に入りなさいみたいな感じ。あの一度なんか宇都宮慶子師匠のなんかあの、はいはい、お手伝いみたいなのをさせてもらったんですけど、はい、そっから役者になろうと思ったのは25歳ぐらいの時ですか。じゃあそうですね、25手前ぐらい、そうぐらいで。その時なんで役者になろうと思ったんですか。とですね、もうちょっと芸人さんにはもう勝てんと思って、笑いは。あ、なるほど。ちょっと考えることが素晴らしい、ちょっとレベルがちょっと違うってなって、じゃあもうそっちの道行こうかなと思って、もう相方も見つからなかったんで、もともと漫才やりたかったんですけど、なるほど、はい、もうダメだなと思って、まあ、たまたまそれで舞台の話があったんで、そっち出たら、まあ、こっちでやってみないかって言われて、でそのまんまあのずっとやってたら、まあ、そっちの方が楽しくなっちゃってみたいな。なるほど、はい、最近は自分の団体を。何人ぐらいいるんですか。自分の今団体は自分含めて6人。へえ、はい、年に4回とかやってみたいな。そうですね、3、4回ぐらいやって。はあ、あの横山、はい、演出の横山君から聞いてましたよ、はい、ペヤングさんっていう素晴らしい人がいて、はい、なんかもう劇団も持ってるし、うん、ぜひドリームショーに入ってもらいたいけど、はい、あの劇団ごと入ってもらえないかな。いや、どうなんだ、コラボって形だったらやってもらえるんじゃないみたいな。、はい、ちょっと片岡さんも目つけてピンク見に来た時見といてくださいみたいな、ちょっとできる人なんですよっていうのを聞いてて、今点と点が線になりました。やったー。聞いてます。なんかすごい、ありがとうございます。ポテンシャルが高くて、はい、能力が高いんで、けど劇団やってるから多分ドリームショー入ること無理なんですけど、劇団ごと入ってもらえますか。もう僕らも貧乏劇団なんでね。そうなの。お世話になれるんだったらもうそのまま入れちゃおうかなと思います。ああ。もちろんそのペヤングさんの劇団の名前を残しつつドリームショーかけるみたいな、はい、ああいいですね、感じでね。もう全然すごい絶賛してました。ありがとうございます。うん、すごい人がピンクにはいるっていう。まあ、大沢さんも出てなかった。ちょっと。何よ。さすが。やりやるな。大沢さんすごい。ね、そんなメンバーで今日ドリームショーの皆さんなんで、後半戦もいろいろね深掘りしていきたいと思いますので、はい、お願いします。そしてこの番組のスポンサーは夢を追っかける人を全力で応援します。はい、大塚ドリームシアターの提供でお送りしております。というわけでございます。ここで曲いきたいので、森田君、はい、今日は何の曲いきましょう。今日はですね、マウカナさんで、はい、描くは逆転ホームラン。あっちのマウカナちゃんね。あ、そうです。もうマウトルなっぱあちらのマウカナさんです。リュウエモン監督がすぐする。曲出してんのみたいな。はい。なるほど、じゃあよろしくお願いします。ではマウカナさんで描くは逆転ホームランです。どうぞ。涙の帰り道、全てが君を
の隅っこで一人泣いちゃう日は大丈夫だよって笑って言うから、少し軽くなるといいな。まだやり残したことがあるんだって、描くは逆転さよならホームラン、遅くなんてない、きっと大丈夫、悲しい分言わせてやれ、頑張ってる君を知っているから、そのまま前半戦に引き続き後半戦も、はい、うん、大塚ドリームショーの皆さんです。ということで後半戦一発目は、はい、狼少年濱口の似顔絵のコーナー。よいしょ。濱口さんね、はい、実は芸人、まあもちろん芸人なんですけども、はいはい、うん、2回ほどね、あの集英社さんってあるじゃないですか、はい、ジャンプ、はい、週刊少年ジャンプ出てる、はい、あそこから、はい、読み切り漫画家デビュー2回して。そうなんです。すごい。で普段、はい、そういう東京タワーとかスカイツリーで似顔絵描いたりとか、似顔絵としても活躍してるんです、はい、そうなんですよ。で今日せっかくなのでこの中で、まあ、お時間の関係で1名だけちょっと似顔絵描きたいと思います。まあまあ、あのお金は発生しますけど、ゲストで来ていただいて、安いゲストで来ていただいてるんだから本当そう。あの、はい、まあ、今から僕は聞きますから、はい、おかみ少年濱口さんに似顔絵描いてほしい、はい、それが、範囲が大きかった人なのか、個性的だったのか、あ、はい、この人を濱口さんに選んでください。はい、行きましょう。おかみ少年濱口さんに似顔絵描いてほしい人。はい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 いは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 いペヤングさんか。ああ、ありがとうございます。はい、あのね、はい、僕本当にやっぱ小学校から同級生は分かるけど、はいはい、ペヤングさん選ぶと思った。マジで？ええー。そうなんです。いやなんでちょっと深みがあって、はい、どんな感じなのかなみたいな、書いてみたいっていう。ありがとうございます。だってね、多分おざおざさんだったら3秒ぐらいで書けちゃう。早い。めっちゃ難しいっすよ。でしょ、丸と横棒。はい、じゃあ、はい、あの普通にお話していていただけたら、はい、濱口が湧きますので、はい、じゃあここからは森田さんのコーナーいきましょう。はい、はい、ということで、質問ボーイズのコーナー、質問ということで、こちらのコーナーはですね、はい、毎週私が、ゲストの方のですね、まあ、SNS だったり関係者の方に取材したりなどして、うん、気になる点をちょっと質問していって、それぞれ深掘りしていきたいというコーナーでございます。これね、本当に森田は優秀で、一回アイドルの人来てくれて、はい、なんか実家の住所出てましたよ、はい、いや、嘘でしょみたいな、はい、こちょこちょこちょって喋ったら、うわーって漏れてるっつってそこまでネットで調べました、はい、今ネットって怖いですか。怖いよ。怖いですね。本物のことじゃない。危ない、危ないよ。さあ、じゃあ、どんな情報が出るかということで、うん、じゃあまず早速荒川さんから。あ、はい、はい、はい、荒川さんトップ。何でしょう。ですね、うん、まあそうですね、これいいのかな、なんか何、え、しょっぱなからやめてこい。気になる、気になる。いえいえ、
昆虫食が趣味らしいですよ。で、虫を炒めている動画をが送りつけられてくるということ。いや、あの自分の家で虫を飼ってるんですね、私。飼ってるんだ。飼ってるんですよ。コオロギを。何を飼ってコオロギ。コオロギとかあとゴキブリもいます。飼ってる。やばいでしょ。やばいです。このルックスでその、本当にそういうの好きだから。好きで、なんかまあたまたま。買い出した爬虫類の餌が生きた虫だったんですよ。でそれを食べる姿を見てたら自分も興味が湧いてきて、いろいろ調べたら自分の家で飼えるって、しかも子供を産むからうまくサイクルがいけば食費食費が稼げるって思うじゃないですか。食べるから爬虫類のご飯としてってことですか。いやいや、自分が自分のご飯、まあでも爬虫類のご飯も確かに兼ねて、ね、ゴキちゃんも食べるんですか。ゴキブリは食用じゃないです。その子用なんですけど、でも食用の食用のゴキブリも食べました。おいしいの？どうしたの？なんだろうな、食べたいんですよね。何でも食べたいっていう思いになるんですよ。でそれをたまたま良平さん、良平さんね、グッドウォーキーの良平さんとか。あとはその一緒に前回の舞台でも共演して仲良くなった子とかに、自分でチャーハンを作っているコオロギチャーハンを作っているコオロギチャーハン動画を送ったっていう話です。いやだってステージ上でもなんか罰ゲームでみたいのでコオロギとか出してて、もうみんなくっさっ臭いっすかコオロギ。お客さんも飛びました。コオロギに悪い、コオロギに悪い。いや、そう、それでなんかコオロギがドリムシアターのうわーっとか落ちて、なんですかそれ。で、後輩の清水バージョンって言ったら一番前に見てて、暗転になった時に取れって言って後輩に壊してやりましたよ。マジで。そしたら暗転中にくせっつって、あれ臭かった。あれせめて後輩芸人なんで名店中にお願いします。いやいや芸人なんで、そう、ステージ邪魔しちゃいけないから。いやあれ臭いし気持ち悪いし、俺もうまずコオロギとかゴキブリとか無理だな。無理ですね。いや男性の方が無理な人多いんですよね。な、女性は意外と OK よ。もう女性は意外と興味持って食べたいってみんな言ってくれる。何に似てるの？なんか例えば私にとってコオロギを食べるというのは蕎麦を食べる感じとか、なんかその例えると何？味がですか？味でもなんかその雰囲気でもいい。天かす？天かす！わかりやすい。超わかりやすい。わかります。薬味みたいな。まあメインではないけど、だったら何、そのうどんとかにちょっとさ天かすみたいに食用コオロギ入れたの？入れたい。入れたい。でもなんか水分を含むと膨張するんですよ。気持ち悪い。煮物とかには合わないのかなって思ったんですけど、だから結構焼きそばとかチャーハンとかには入れます。入れてんの？はい。それごめん、どこで売ってんの？確かに。確かに。自分で作ったというか、自分で作ってたやつを入れるんですか？もうあるし、食用のものが買ってるんで。いくらで売ってるの？でも結構高いんですよね。これぐらいの、どれぐらいだろう、封筒いっぱいの中で1000円とか。何匹？それは物によります。カブトムシとかはもう5、6匹。カブトムシは5、6匹で、コオロギはもう100匹ぐらい。100匹で1000円。ちょっと待って、この話で2時間いける衝撃すぎますね。だから、俺最初なんかそれをステージ見た時、よくさ、アイドルに住んでもそういうの好きっていう人いるじゃん。なんちゃってかなと思って今日聞いたら、半端ないね。半端ないっす。家にいますもん。うわぁ。まあだから、フォーマルに包み込んでいますけど、一言で言うと、気狂ってますよ。いいですよ、いいですか。すごい。例えば家でゴキちゃんが普通に、あるある。ある。出てきたらどうして捕まえる？こうやってピッてでポッて入れます。逃げたりとかやっぱりバンバンしてるの？逃げれます全然。じゃあなんか寝ててモゾモゾって入ってきたりとかもあるの？入ってきたり。
りはないですけど、寝てて布団の横のここにいた時あります。それさ、例えばさ、まあそのまあ元彼だどうのだとかさ、いた時期はさ、嫌がるでしょ。あのちょっと好きだった、男の子がいたんですよ。これは急に何だ、急に鈴木奈々ちゃんみたいになったけど、どうしたの。ちょっと好きだった男の子がいたんですよ。男の子ってかもうちょっと未練があった人だったんですけど、うん、最近昆虫を食べるようになったのって LINE 送ったら LINE、うん、が返ってこなくなった。そりゃそうだ。怖い怖い、めちゃくちゃ怖い。じゃあもう彼氏になる人はそういうのを理解してくれる人じゃなくて無理。無理。あ、じゃあ俺絶対付き合えない。絶対無理だ。だからどうですか、小沢小沢さん、その荒川さんがそれ我慢してくれたら付き合うと我慢します。まあ我慢します。するんかい。するんかい。荒川さんなら、荒川さんなら。すいません。大丈夫。ペアウンさんどうですか、そういうの大丈夫な方ですか。いや虫はダメですね。ねえ、はい、いやーやばいな。虫はちょっときついですね。そういうペットショップみたいのがあるんだ。あ、まあ基本的に自分が飼ってるコオロギとかは、まあ爬虫類のショップとか、あ、でもあの昆虫食用のショップが高田の馬場とかにあるんで、そこまで買いに行ったりとかします。もう楽しくてしょうがない。もうワクワクが止まらないです。だから冷蔵庫にも冷凍庫にも野菜庫にも虫がいます。イエーイ。やばい。想像以上だ、想像以上だ。やだやだやべえ。それで笑ってんのか、こういうのよ。猟奇的じゃ。笑うんじゃねえよ。ほらやだ。次いきましょう。いや、いいです。素晴らしい。素晴らしい。すごい。めちゃくちゃ意外な。これは今後なんか罰ゲーム候補とかね。あ、そうですね。箱の中身は何でしょうみたいな。あ、ちなみになんかプロデュースします。いいですね。めちゃくちゃ盛り上がり。それでちょっと大きい虫とかもいたりするわけですか。そういうそのショップに行ったらなんか。あ、います、います。タランチュラとか。え、それってムカデとか。まだやってる？もう年末だからやってない。やってないです。やってないから。しかも結構不定期なんですよ。そうなんだ。年末年始の配信とかそうですね、あったら。洋平さんとかに雲やらしたかったよ。行ってんで。わかりました。素晴らしいです。プロ。すごい。さあ、続いていきましょう。はい。では、ゆのくん。あ、はい、ゆのちゃん。ですね、まあ、何個か来てます。はい、でちょっとまとめて一気にちょっとご紹介。ゆのちゃんはみんなに、はい、そのわさびちゃんとか県に愛されてるからね。そうですね、はい、お世話になってます、うん、ですね、まず稽古中、はい、ダメ出しされて泣く。違う。で、稽古中の稽古の休憩中、はい、端っこの方で泣く。いや、泣いてばっかそれしかないんですか。で、お疲れ様、良かったよと言うと泣く。泣くしかないで。めちゃくちゃ泣くな。で、童貞役だが本当の童貞なのでいじるとガチで怒ると。そこは怒る。そこは怒る。はい、そこは怒るんだ。童貞役ですよ。役、役。はい、そのブルーチームのサボテンは、うん、童貞っていう設定で、まあ、そうですね、もありましたもんね。はい、なるほどね。いや、泣くしかなかった。だから結構泣きやすいんだ。いや、そんなことないです。僕、本当に人前で絶対泣かないようにしてるんですけど、うん、いや、めちゃくちゃ垂れ込み来てますよ。違うんですよ、ドリームショーのメンバーさんたち、うん、はい、なんかもう、泣かせてくるんですよ、僕のこと。じゃあ、誰が泣かしてくるの。でも本当僕いろんな人の前で泣いてる。泣いてんじゃねえかい。いろんな人の前でめちゃくちゃ泣いてるよ。泣いてます。認めてるじゃないですか。でも本当なんかもう良平さんとかすごいなんか嫌な言い方してるな。確かに。ちょっと嫌いな。めっちゃ嬉しいことを言ってくださるんですよ。ああ、なるほど。で、僕なんか本当にそんないいことを僕に言ってくださることがあんまりなかった人生なので、うん、すごい。まあまあまあ、まだ二十歳ですから。やばい。まあ二十歳。いや、伊藤君が二十歳で若いからみんななんか失敗してきて遠回りしてきたのを最短距離で行ってほしいっていう愛情だと思うよ。だからそういう愛情を感じてもものすごい嬉しいんですよ、僕。いいじゃん。本番中は泣かないでよ。本番中は涙の演技やっても泣けないことがダメじゃん。それは泣けよ。それは泣けよ。稽古中にもう涙枯らしちゃって本番中泣けなくなっちゃって。まあそういうピュアな湯野くんっていう。はい、ピュアですね、ピュアボーイで、うん、はい、いいじゃない。
ですか。まあそんなピュアボーイなんですけど、はい、まだまだ楽屋でいつも可愛い女の子の出演者を口説こうとしている。あ、いや、マジで。今日もだってずっと楽屋でなんかマウとピチョピチョ喋ってる。あ、ちょっと違うんですよ。ちょっと狙ってんじゃないの。狙ってない。ドリーム賞所属の唯一のタレントだからな、この島は。そんな、そんな人手つけられないです。2人しかいないんだからな、こっちは。そうだよ、その話。所属は2人しかいない。あと自由なんだから。で、ほんとマウは年齢近いっていうのもあって。だろうね。同い年でしょ。あ、一個上です、マウが。あ、お姉になるんだ、マウが。お姉です、マウ姉です。たまんないでしょ、その年齢の一個上。確かに。たまります。たまります。たまります。どっち、どういう意味、どういう意味。たまんなくないですってことです。あ、まあ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 。そうなんだ。でも本当になんか、住んでる家も近いっていうか、路線が一緒なんで。あ、そうなんだ。あら。ちょっと、これ恋の予感ですよ、これ。今、荒川さんおいくつですか？24です。あ、たまんないでしょ。たまんないでしょ。20歳の頃の4個上なんて、やばかったもん。たまんねー。たまんないよね。たまんねーや。一番エロく感じるのよ。確かに、はい。20歳の頃の4個上。確かに、一番エロい。そうなんだ。その、じゃあ、ゆのちゃんが選ぶさ、はい。ちょっとドリームショーの気になる女性、ベスト3教えてよ。ベスト3ですか？えぇ、うん、いや、本当に。じゃあ、行くよ。第3位。ちょ、待って待って待って。え、待って。ガチガチ。ガチ？ダン！え？ちょっと待ってください。僕は荒川さんです。はい。もう、すいません。僕は荒川さんです。沈黙に耐えられない。芸人の坂ですよ。荒川さんね。はい、荒川さんです。荒川さん。ありがとうございます。さすが。あ、婚活ってことはじゃあ別ってことでもう振られてんじゃないですか。いいね、いいっすね。昆虫の子。あ、昆虫の子。いや、おお、うまい、うまい、うまい。昆虫の子なんです。じゃあゆぬちゃん分かんないか、3位に。え、なんか本当僕全然口説くつもりないって言ってもなんか嘘くさくなりますよね、今これ。いや、いいよ、全然全然。いや、本当になんか僕、友達けど、これを、まあ、もしも本番ね、この今日の放送をね、わさびが見てたら、多分2時間ぐらい説教されると思う。いや、僕も確かに、確かに。今多分本番中だから、姉さん大丈夫だと思いますけどね。そう、今本番中。いや、怒られる。さあ、じゃあ次行きましょう。はい、じゃあ、その、まうさん行きましょう。あ、まうちゃん。アクアタイムスだが、ソナーポケットだが知らないが、うん、そのボーカルが好きすぎて、うん、ガチで彼氏だと思っている。うわっ、めっちゃ…マオ、やべえやつじゃん。めっちゃ痛いじゃないですか。大丈夫ですか。実はやべえやつなんです。おう、そんな好きなんだ。はい。ソナーポケットさん、ソナーポケットさんだが、アクアタイムさん。やめてください、ソナーポケットです。あ、ソナーポケットさん。やばい、きっぱりとした言い方。じゃあもう結構コンサートはガンガン行ってみたいな。いや、もうだいぶですね。だいぶ行ってる。ファンクラブ入ってて、もうだいぶの。もうじゃあ出待ちとかもしてんの？はい。すげえ。めちゃめちゃ。出待ち。出待ち。します、します。付き合ってます。会えます。それはね、付き合ってます。付き合ってるだろ。え、付き合ってますよね。うん、付き合ってる。はい。いやいやいや、やばい繋がりが。なんで急になんだろう。急にすぐ、どうしたんすか。絵描いてたおじさんがさ、二十歳そこそこの女の話、ああ、そう思ってんだろ。怖えよ。あ、そうなんだ。じゃあ、グッズとかも結構買ったりして。はい、めちゃめちゃ。もう多分。じゃあ、ソナーポケットの、その、ボーカルの方も、ああ、マウみたいな認識を覚えてくれてます。すげえじゃん。姉妹で好きなんですよ、ちなみに。まあ、私が一番好きなんですけど、もう、本当にルナと、それこそ三姉妹で本当大好きなんですけど、もう三姉妹でやっぱ姉妹っていうのがなかなかいないんで、もう覚えてくれてます。ソナーポケットさんとか三姉妹で、ドリームショーでは二姉妹でしか来ないです。確かに。欲しいっすね。一人連れてもらうよ。ちょっと人が。そうなんだ、いいことを聞きました。はい、そうだね。いや、すごいわ、そんな一面知らなかった。めちゃめちゃやばいです。なんか、じゃあソナーポケットのボーカルさんと1日デートできるって言ったらどこ行きたいの？超真剣に来た。しかも顔、なんか頬が赤くなってる。本当に丸1日丸1日いや、どこも行きたくないですね。ええ、相手の家。
あー目来たよ、目が怖い、ハンターの目してる、あっちじゃない、あっちじゃない、怖い怖い、ジャングルですよ、だってもう絶対来るじゃないですか、えーこうだいってファンが、あーこうだいさん人気だから、はい、確かに、だから家の中にいたい、そうです、うわ家です、ガチですね、ガチです、じゃあドリームショー本番がある、はい、でこうだいさんが急に街で会って、あれっていつもの子じゃん、ちょっとこの後お茶行かないけど、もう5分後にはドリームショーが始まるの、どうする、究極のドリームショーの本番を選ぶか、みんなで稽古してきたのよ、やばい、深夜とかもか、どっちなんですか、喫茶店行くか、悩むクラスなんだ、ちょっとマウン相談したいことあんだよねって、こうだいさんに、どっち選ぶの、どっちなんすか、ちょっと相談したいことあるんだ、マウンにしか言えないっつって、どっち選ぶ、めっちゃ悩んでドリームショー本番高台さんとコーヒー、高台で、おいおいダメでしょ、じゃあその時ドリームショーには何て言い訳するの、ちょっとお腹痛いとか電車の遅延とかで、ルナポヨ経由で言うんでしょ、じゃあそうです、お姉ちゃんがちょっと常磐線がみたいな、それぐらい好きだっていう、なるほど、ありがとうございますさあ次行きましょう、はい、ペヤングさん、あ、はい、来た、ペヤニ、はい、ペヤニ、ペヤニ、いやでも本当いいタレコミばかりでですね、あ、なんか人格者なんだね、そうですね、あのピンクチームで一番一人一人のことを見てくださっている裏の番長ですとか、わかる、はい、お顔はこわめだが普段は物静かでとても優しい、なんか石原軍団にいそうですよ、あ、確かに、はい、確かにこの身長入れないとねなんかで最近ですね、いつもなんかポカさんと仲いいらしくて、ね、あ、そうなんですか、ポカさんと、はい、太田純平さんとペヤングさんの俳優トリオで熱い酒を飲み交わしたらしい、なるほど、ね、太田さんってあれですよね、あのブルーかなんか出てた人ですか、ピンク、太田さんピンクですよね、ピンクです、あ、じゃあ俺まだお会いしてないわ、はい、あ、そうですね、はい、なるほどなるほど、あ、そうですか、3人で、はい、楽しみ、同じ日に出てます？同じ。同じ日には別の日ですね。あ、はい。ああ、なるほど。楽しみ。はい、どういう話するんですか ？3 人で。3人ですか？はい、あ、まあでも一応こうお互いの見てるんで、こここうした方がいいよじゃないかみたいな。ああ、なるほど。俺だったらこうするけどなみたいなのをきちっともらってみたいな感じですね。いや、やっぱね、こういう本格はい、欲しいわけですよ、ドリームショーもね、確かに、ね、こう背骨となる、絶対そうです、はい、ピシッとしてくれますからね、そうですね、僕もまだまだですけども、いやー、そんな石原軍団さん、そう言われてもいやいや、石原軍団ってない、石原軍団ってご自身の劇団ですよ、ご自身の劇団、石原軍団じゃないです、はい、じゃあちょっと楽しみしてますよ、はい、はい、さあ、ここ行きましょう、じゃあ、小沢田さん、あ、小沢田さん、やっと来ましたよ、いくつかあるんですけど、全然何でもいいですよ、もちろん来てください、女芸人の間では変態と言われていて、でその理由がなんかありまして、可愛い子が好きでピンクチームの着替えを遠くから見ていて平田さんに怒られていたという、小沢さんやばいよそれはいやいやいや、これがあれ、この舞台の楽しみなんじゃないんですか、いやいや違う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 、おかしい、そういう舞台じゃないですか、同じ楽屋に入れるっていう、呼ばれなくなっちゃう、逮捕ですよドリーム刑務所に入らない、あのそうです、僕あの出番が最初の方ではちょっと終わってしまうので、ああそうです、最初の出番では、はいはい、残りあとまあ正直2時間の公演中1時間50分あの空いてますので、なるほどなるほど、1時間50分ずっとあの女性の着替えを見てました怖いわ言い方が、怖い怖い言い方が、楽しましたいや、ほんと、いや、ほんと、大塚ドリームショー入ってよかったなと思ってありがとうございます、お誘いいただいて、そっか、そんな中でも一番おすすめな女性誰ですか、はい、ドリームショーで、荒川さんですかねちょっと今の聞いて、お断りしようかちょっと、たった数分で、はい、食用用の虫が送られてきた、それだけやめてください、それだけやめてくださいさあ次じゃあ他行きます、はい、ハンモクさんあと5分ですからね、あ、はい、仕上がってきてる、お、いいですね、うん、じゃあリュウエモンさん、はいはい、来た監督、あるんですか、僕リュウエモンさんがですね、うん、まああんまり来なかったんですけど、うん、唯一来たのが、はい、不正タクシードライバーという、いやいやダメですよ、本業はいじるのやめてくださ
らやめてください。何が本業で不正をしてる不正をしてるという、はい、タレコミが、はい、あら、なんかあるんですかね。なんかどういうなんででしょうね。出来心ですか。いや、なんです、してないですけど真面目な私になる。あ、真面目にやられてるんですよ、はい、なんかミスじゃないですか。あ、確かに、じゃあこれは間違った情報だ。誰だ誰だ何そんな、うん、まあ、まあ、そういうね、はい、なんかあったんじゃないですか。そうです、まあ、なんかあったんなんかあったんですね。ちょっと執着悪くなった人が言う言い方じゃないよ。あとですね、なんかちょっとまあな今はちょっと流れをに組むと、あの座組にそのブルーチームのお気に入りの女の子がいるらしいです。え、はい、誰いるんですよね。みんな何そういう風にやっぱドリームショーとかそういうショーをやると恋しちゃうもんなんですか、ペヤングさん。いやどう、まあ多いですけどね、座組とか。やっぱキャンプみたいなもんですよね、一緒に共同作業するから、みんな好きですよ、みんな楽しいです、みんな好きになっちゃう、みんな好き、その中でも龍右衛門が好きな人誰、3、2、1、どうぞ。ブルーですか、うん、ブルーだと、誰だっけ、ブルーだ、ブルーだと、各チームに1人ずついるんですかね、はい、ブルーだと、ブルーだと、ブルー、どれ、じゃあ僕は荒川さんですけど、ブルーお答えしてます、お答えしてます、お答えしてます。というわけでございます。じゃあもう時間でございますか。何か告知とかどうぞ。はい。あ、じゃあ湯の家。はい。はい。僕3月、9日か10日かどっちか忘れちゃった。はい。そのぐらいから17、8日ぐらいまで、舞台に出演します。おっさんず8っていう作品。おっさんず8。はい。詳しい詳細は僕のツイッターの方に載ってますので、はい、湯の家語で調べてください。お願いします。はい。お願いします。はい。他ありますか。はい。あ、じゃあ、おざおざ。おざおざと言いますか、このお二人、TOPクですけども、はい、まさに、今まさにあの、もう公演中でございまして、でも今日も11時半とか、はい、そうなんですよ、今 B チームの方がやっておりまして、うん、この後7時からは A チームがやりまして、そのままあの31日までずっとやってますので。そうですよ、はい、じゃあお二人は今日この後出る。この後出ます、お二人は頑張ってください、はい、ありがとうございます、はい、お願いします。他は大丈夫ですか。というわけでございまして、はい、ここでは浜口さんのペヤングさんができましたので、ちょっと見ていただいて、見ていたら盛大な拍手。というわけでございます、いきましょう。それでは浜口さんのペヤングさんです、どうぞ。はい、こちらです。おぉ、すごい、すごい色が、ねぇ、いや、この数分でそんな良くないところあって、気合い入りました、気合い入りました。あー、すげぇ。ペヤングさん、いかがでした、感想は。いや、似てると思います。じゃあこれもうプレゼントさ、ありがとうございます。ありがとうございます。というわけでございまして、ね、はい、また大塚ドリームショーもね、来年もあるんで、皆さんよかったら遊びに来てください。それで、はい、ラジオもよかったら、本当いつでもなんか告知とかあったら来てください、はい、というわけでございまして、このもう今年ラストで、はい、ラストの放送です。1月が4日からです。あ、そうか、そこら辺からね、はい、4日から4日からでございますから、皆さんよかったらお願いしますということでございまして、森田君どうでした、2018年の。あ、2018年、はい、いやもう素晴らしい、今年ラストの放送ですが、はい、素晴らしい放送だったと思いますけど、はいはい、うっす、はい、最後なんですね。浜口さんいかがですか。いや、渋谷が大好きになって渋谷に住もうかな。嘘つけよお前目白の雑司街で10年ぐらい住んでるというわけでございまして、また来年お会いしましょう。またね、バイバイ。ありがとうございました。